日は大変お忙しい中、当社ステラアジア LED ブースにお越しくださいまして誠にありがとうございます。これよりステラアジア LED CEO 松浦リチャードより3つの新しいイノベーションについてご紹介いたします。松浦リチャードは大学卒業後、資源エネルギー分野の仕事に携わってまいりましたが、東日本大震災をきっかけに日本の省エネに寄与したいと考え、また LED 業界に将来性を見出し、2012年8月に弊社を設立いたしました。昨年には有望な若手起業家に与えられる株式会社経済界主催の金の卵発掘プロジェクトグランプリ2014を受賞しています。それではお呼びしましょう。リチャードさん、お願いします。皆様、今日聞いていただいて本当にありがとうございます。ステラアジア LED の代表、松浦リチャードです。私から今回の展示のご説明をさせていただきます。最後までよろしくお願いします。このようなライティングフェアに初めて参加したのは2011年の3月でした。東日本大震災の時でした。その時から LED の事業を始めたいと決意した。実写から1回目の展示は2013年の3月、小さいブースでした。2年間でこんなに成長すると思わなかった。今日は3つのイノベーションを紹介します。まずは上にある XI シリーズ。XI シリーズは高天井、例えば体育館、倉庫、工場のために開発しました。XI シリーズのため新しい LED ドライバーを開発しました。普通の LED ドライバーは交流から直流に変換する必要がある。それに関して電解コンデンスを必ず使わないといけない。電解コンデンスは熱に弱いので温度が10度上がりますと寿命が半分になります。だから高天井には向かない。XI の LED ドライバーは AC ダイレクトだから電解コンデンスを使っていません。その意味は寿命は長くなる。あと 30V のウェーブソースを使っているからこのシステムはすごい安定しています。高天井は温度が非常に上がります。交換コストもとても高いです。交流駆動のステラアジアには寿命部品はありません。だから10年以上持ちます。LED 照明は熱に弱いので、この問題はよく出てきます。これは国際空港で撮った写真です。50% 以上の照明は消えました。この近くにある有名なホームセンターでは、日本のトップメーカーの LED が入っています。見た通りに50台のうち13台に障害が出ました。この照明は4000時間だけ寿命でした。XI シリーズは去年いろんな日本の大手企業から注文をもらいました。ブリッジストン、JAXA、ホンダ技研、NTT はステラアジアの LED を使っています。ブリッジストンはこの XI シリーズだけではなく、ステラアジアの超高装置、ウェーブディミングシステムも使っています。皆様、上を見てください。今4ブロックを分けています。このウェーブディミングシステムを使えばエリアごとに調光できます。エリア1、エリア2、エリア3、エリア4、あと全体調合もできます。このプレゼンテーション終わったら、私この立ってるこの場所にぜひ聞いて操作してみてください。XI だけだと水銀となどと比べて 60-80% の省エネになる。このウェーブディマーをうまく使えばまたさらに 30-50% の省エネになります。
XI シリーズは3年以内に500件以上の物流倉庫に XI を導入する決意ここで表明します。皆様この導入を検討してください。じゃあ次、後ろに今展示している VHP シリーズ。 VHP の意味は Very High Power、 400、600、1kW まで開発できました。もう HD テレビは世界スタンダードになりました。これから 4K も普及します。スポーツ会場の照明の基準も変わりました。テレビ流しているスポーツ試合は最近スローモーションのリプレイをよく使っています。最近スーパースローモーションも流行っています。ハイスピードカメラを使うとフリッカーがとても気になります。こういう画像です。ステラージの VHP なら 2000fps、 2000フレームパーセコンまでフリッカー見えない。これは世界のトップレベルの技術。日本にある車メーカーはこれからハイスピードカメラを使っての実験にステラージの VHP シリーズを使います。スポーツ会場だけではなく工事現場、ナイタースキー場、ゴルフ練習場も VHP シリーズを今使っています。最後は私一番好きな照明、ソーラーパネルと LED 組み込んでゼロエミッションの照明を提供します。今日はソーラーに関して2つのイノベーションを説明します。ソーラーポールはポールをソーラーパネルで包むものです。これすると普通のパネルよりどこから光が当たっても発電することができます。 3S の 3S コントローラーの意味はスーパースマートソーラーコントローラー。 3S コントローラーは8から 14V まで発電できます。ですから1日間9時間を発電できる。普通のコントローラーは 12V しか発電対応してないから3時間しかチャージできません。今年東南アジアでいくつものプロジェクトがあります。これから世界にこのゼロエミッション光を進めていきます。プレゼンテーションは以上です。お時間ありがとうございました。質問などあればステラージのスタッフに私でも問い合わせください。ありがとうございました。